はいどうも、ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。ハギちゃんチャンネル。ハギちゃん？ハギちゃんチャンネル。はい、飼育員さやともと申します。よろしくお願いいたします。出ました、飼育員さやとも。ありがとうございます。心霊台の。ハギちゃんチャンネル。心霊台の世代ね。生き量的にですよ。あんま芸人っぽくないんですよ。チャンネル登録よろしくね。ハギちゃんチャンネル。はいどうも、ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。後輩に気遣わした。一緒に目合った時後輩にすごい気遣って顔した。さあ見ての通り今日はゲストがいます。自己紹介お願いします。はい、飼育員さやともと申します。よろしくお願いいたします。出ました、飼育員さやとも。よろしくお願いします。ありがとうございます。吉本の所属のピン芸人、6年目のピン芸人でございまして、はい、ちっちゃい時から小3の時からお化け見えるぞっていう話とか人のこと霊視したりとかっていうので、あの吉本の楽屋で先輩におもちゃにしてもらってたんですけど、それがまあ引っかかってテレビ、ほんまでか TV っていうテレビ出していただいて、そこからまあちょっとね、ポンポンポンといろいろ仕事させて出させていただいてっていう感じになってるんですけれども、はやとものはだから心霊系やね。心霊系です。めちゃくちゃ心霊系です。概要欄にもはやとものやつ貼り付けておきますんで、僕みたいなもんがですけど貼り付けておきます。これはあの世代で言ったら、あのどういう霜降りとかそういうとこ第7世代みたいな風に分類される感じですか？そうですね。ただ向こうはお笑い第7世代ですけど、僕はあの心霊第7世代で、第7世代ね。ちなみに心霊第7世代、すいません、ちょっとあの並びを聞かせてもらっていいですか？いろんな先輩たちが食べてます。卑弥呼、ミコ、安倍の生命、安倍の生命、義母愛子さん、飛んだな。で、江原さん、三輪さん、織田武道、僕ですね。お前嘘つけよそんな。織田武道だけ呼び捨てっていうところに注目してる。いや本当。聞いた話なんですけど、言っていいって言われたんですけど、あの島田秀平さんが、あの織田武道さんと共演するときに、あの先輩なんで一応秀平さんが挨拶行ったらしいんですよ。楽屋です。はい。ポンポンって失礼します、今日よろしくお願いしますって言ったら、織田さんがあのファンデーション塗りながら、あ島田君、俺何も見えないからって言ったら。ほな、心霊外しといた方がいいじゃん。ただね、あの人功労者ですから。なるほど。いろいろ広めて広めてくれたからね。数珠はでかければでかいほどいいんだとか。聞いたこと。坊主はエロいとかいろんなこと根付かしてくれたんだ、あの人が。ハギちゃんチャンネル。さあ、そんな今日シークエンスはやと思うにですね、はい、マツコさんのとこ見てたじゃないですか。なんか中が空洞になってるとか。はい、最初のほんまでっかですね。ね、オーラというか何が見えるっていう表現が、生き霊が見えるっていう表現が、生き霊、幽霊っていうのは別に人間が死んだらフォルムチェンジするわけじゃなくて、中に内包してる魂が体が死んじゃったから外に飛び出るっていうイメージなんです。で、中に内包してるっていうことは、みんな生きてる人たちも中に幽霊がいる状態なんですよ、自分の。はい、これを生き霊っていう言い方するんで、まあ、別に怖いもんじゃないです。全員が持ってるもの、それがどういうふうな動きをしてるからこういうふうな感情の人ですよねとか、他の人から好きに思われてるとか嫌いに思われてるっていうのを見て、どういうふうな人間関係なのかとかっていうのを見て書いて喋るっていうのが、面白い。そんなん簡単にすぐに見てとか言って見てもらえるもん？ちょっと1ヶ月もらっていいですか？嘘でしょ。じゃあさっき LINE とかで言っといてくれへん？車届けるって言って部品だけ持ってきたみたいな。いや部品見せられても走れないんで、車ないと。1ヶ月後にジャンプします。うわやめてよ、そんなんできんの？いきます、せーの。服装とか変えてこいよほな。何のジャンプやねんこれ。裸になると、あの裸 NG の体してるんで。どんな体してる？あのおっぱいがものすごいでかいじゃないですか。一回触ってください、これすごいですよ。うわ女おっぱいやな、はい、めちゃくちゃ気持ちいいやん。そうです、これをやっぱり好いてくれる女性しか僕は愛せないですね。何の話してるの？もうええわ。何言うてんねん急に。ちょっとじゃあ、ただ一個断らなきゃいけないことがあって、何何何、僕ほとんどの場合テレビで見かける方が初見もしくは、2回目3回目ぐらいなんですよ。あんまりだから前情報とかがないみたいな。そうなんですね。やっぱハギちゃんさんはもともと僕がいた劇場で MC とかされてた先輩で、楽屋で何回も会ったりしてるしね。そうなんです。で共演も何回もしてるんで、やっぱりこういう人だっていう固定概念がそっか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 入っちゃってるんですよ僕の中に。なるほど。だからなんか見てるもんは俺の気の迷いで違うんじゃないか、どうなんじゃないかみたいなことが出ちゃうんですけど、だからあんまりちょっとテレビっぽくは言えないかもしれないですけど、だから多少の下駄履きじゃないけどイメージが先行して。そうなんですよ。あ、でもそれはそうなんか。だってネクラだって見えたとしてもそんなわずないと思いますよ。いや俺よう言われるのよ、楽屋とかでもこんないっぱい喋ったりするやんか、はいはいはい、で家帰ったらお前一人やったら暗いやろとか言うけどさ、はい、当たり前やったん。いや家で明るいやつほどそれこそなんかついてるやつや。病気やん。ごめんなさい。俺おかしい、家で一人でそれ黙ってゲームしたり飯食ったりするよそんな。でも家で超静かな人は多分ゲーム実況しないと思います。俺絶対しないですもん、ゲーム実況とか。俺ゲーム実況もするし、はい、生配信もめっちゃすんねんけど。俺生配信コメント読みすぎて、はい、リアルなコメント追いつかないんだ。
ちょっとわかります。なんか読んじゃうな、あれな、読んじゃう、めっちゃ読んじゃう。いやだからやっぱそういうのが入っちゃうんですよ。そっかそっか。暗いわけないとか、例えばだけど本当はめっちゃ知ってくださいとか。なるほどなるほど。そんなはずないと思うじゃないですか。はい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 、はい、無限大で一番おしゃれだったんですから。いきり倒してたからね。いや本当にすごかったんですから本当に。そのせいか知らんけど、はい、金ないわけないと思われてたもんな。いや本当です、ずっと金ないのに。金はめっちゃ持ってるイメージです。そうやろ、はい、みんなに言われるね。だってラファエルさんとか出てるんですから。そうやな、それ持ってると思います。じゃあほんまあの白仮面ちゃんのせいで余計に金持ってるイメージついてんだよ。よくそんな風に言えますね。白仮面ちゃんなんて。もうほんま友達愛人みたいなもんやから。ハギちゃんチャンネル。なんとなく言っていきますけど、うん、なんとなくそう見てみて、オーラというかその生きようというか、うん、その珍しいんですよね。実はですよ、実は僕いろんな芸人の方々を見てきた中で、はいはい、ハギちゃんさんは生き量的にですよ、うん、あんま芸人っぽくないんですよ。え、これがすごい僕矛盾なんですけど。何なんだろう。例えば芸人の中の輪の中に入ってもすごいお話しする方ですし、喋、うん、る喋る。でやっぱり輪の中心にいらっしゃる方でしたし、先輩も後輩もわけ隔てなくいじってっていう感じで、うん、本当に生粋の芸人って感じのイメージなんです。 よく言われるイメージなんですけど、ただなんかね、僕の見てるあれだとそれがちょっと違って、あのなんていうんですかね、全部こなしてる感じがあるんですよね。あのハギちゃんさんって器用じゃないですか、正直。まあそうなんかな、はい、まあ一人でできてる時点でやっぱ器用ですよ。多分、うん、全部それなりの熱量でできちゃう人なんですよね。だからなんかその一本すごい強い熱量みたいのがある人ではないって僕は思ってます。イメージ用ないな。いや確かに。いやこれやっぱあの器用がゆえの苦しみではあると思いますよ。でも、はい、それで言ったら、まあ、笑いは本当にまあ好きでやってるけど、それ以外趣味とかあるやん、雑食ない。そうっすよね、全部手つけたいみたいな。しかも全部手つけれるし、なんなら結構な確率でそれらを仕事にできちゃいますもんね。まあうまいこといけばそうね、噛み合えば、うん、全部は無理ですけど、うん、そうねそうね。それってやっぱだって顔色よろし嵐の小前さんとか絶対できないですから、ね、誰がわかんねん。いきなりここで顔色よろし嵐の小前、誰がわかんねん。元気してんかあいつ。いや本当にめちゃくちゃ元気ですよ、本当に。めちゃくちゃ元気です。小前会いたいなっていうイメージがあって、うん、でそれが面白いなと思ってました、うん、芸人が好きじゃないですか、やっぱり。芸人好き好き大好き。で熱量がすごいある人なのにこなせてしまうからこそ熱持ってやってないイメージなんですよね。それは僕ずっと見ててそう思ってたんです、なんとなく。ですごい人徳あって、うん、人から好かれて仲良くなるのもすごい早くてっていう割にはそんなに人から恨まれてないんですよ。あ、そういう人って恨まれる？もちろん恨まれやすいです。ハギちゃんさんぐらいわけ隔てないと、例えばですけど、うん、女の子でも男の子でも、うん、あんなに優しいってなると私にとって特別な人ってなりやすいんですよ。はあ、なるほど。私にとって特別な人ってなると、あれ？あの人って別に私じゃなくてもいいんじゃんっていうのが分かった時に結構な確率で恨むんです。そうなってないんですよ、人から恨まれてないんです、うん、ってことは実はそんなにあなたに興味ないですよと思ってるのがバレてるってこと。ちょっと待ってよ、すごいドライやん俺。ドライではないんですけど、だからちょうどいい距離感で喋ってますみたいなことなんかな。結構そうなんですよね。だからハギちゃんさんの中では普通と思ってるんですよ、うん、普通に好きだよっていう感じで普通フラットフラット喋ってるんですけど、多分一般的に見るとなんかちょっとドライなレベルなのかもしれないですね。あ、でもよく言われる、最初の頃とかだから本心で来いよみたいな言われたりとかするという。あ、彼女さんとか友達とかに。あ、女の子なんか特にさ、あ、やっぱそうだね、その私にだけ特別に優しいっていうのを感じたことがないみたいな言われたことある、それまんま。あー、やっぱそうなんですね。でも多分本人的には分けてるわけでもないですもんね。ないない、別に全員よくも悪くも全員一緒やね、特別彼女に優しくするのも確かにあんまりないかな、はい、だから総じて多分人のことを見下してる。ちょっと待って、よくないよ。イメージも何もかもよくないよ。掃除て俺だからもう彼女とかできると基本的には僕もそうなんですよ、うん、やっぱ一泊距離とって、はいはい、まあどうせそんなには興味ないでしょ俺にはっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、付き合った子にはもうすごい言っちゃうんですよ、もう一緒にいてよとか、なんか寂しがり屋なんで、なんか一緒にいてほしいとか、うん、もうなんかずっとなんかできれば仕事以外の時は帰ってきてよとか、どっか行く時も正直に言ってよってなっちゃう方なんですけど、全くならよ。だからやっぱ見下してるから。よくないよ。
なんかもっとその言葉巧みにごまかしてよ。オブラートで包みまくってよ。そんな下から槍でつつかれてもええねええねんつつつついたええねんつついてええねん。だからまあ見下すはちょっと語弊がありますけど、はいはい、これなんて言えばいいかな、違ったら違うって言ってくださいね。なんとかできちゃう力がある人なんですよ。なんとかできちゃうっていうのは 何を、はい、例えばですけど、僕本気で好きになった子とかっていないと無理だってなっちゃうんですよ。はい、固執しちゃうよ結構。彼女がその相手の人生があるから見限られたらそっかって死ぬほど泣いたりとかしますけど、でも分かったってなりますけど、でも基本的には好きだ一緒にいてっていう風になっちゃうんですよ。これの僕に限らず結構みんなそうじゃないですか。まあまあそういう人多いよね、思うのはこの子がいないと僕の人生もうダメだっていう風になっちゃうからなんです。お前すごいイタリア人みたいなこと言うな、すごいな。あなたがいないのと、いやそんなあんまりしないなっちゃうんですけど。なんや急に今のただハギちゃんさん多分、メンタルも強いし行動力もあるし、まあ実際お金の面でも人とのつながりを作れるから、まあ固定で仕事がなくてもどうにかできちゃうっていう、まあ、生きてはいけてるからな確かに、がいろいろあるんで、まあ最悪いなくなってもまあ自由に好きにして僕は自分でできるからっていう風なスタンスになっちゃうと。恋愛に関してはそれそうかもしれない。だから自立してる人の方がいい。ああやっぱそうですよね。でこっちにあんま来てほしくないっていう、なんか常に一緒じゃなくてもいいかな思っちゃうから。だから強いんですよ。もう自分一人で自分ハギちゃんという人間が成り立てるんですよ。でも寂しくて泣いてまいそうな時もあんで。それはだからもう限界に来てコップの水がタポタポになって思ってるんだよ。タポになってる時です。やっぱりその見下したがゆえに一人ぼっち。やめとけよ、言い方よくないよ。見下したってなんか見下してないよ。一番見下される人間。そんなことね絶対。でもメンタルは確かにバカ強いかも。強いっすよね。だからアンチのラオエさんの動画とか出てアンチの人とかがお前出んなとか DM めっちゃ来るけど、だからなんやねん。って思ってまうというか、すごいっすね別に。ああかわいそうやなと思って、それかもう俺のことちょっと好きなんちゃうかなって思ってめっちゃハマってくれるやん。いやそれは相当ですよ。でもこれを言うとさ、キャラ的にはああまた強がってみたいな言われるやん、後輩とかにさ。そんなんって傷ついてるでしょって言うけど、ほんまにマジで何もお前ねんな。これだから見てる人のイメージと本人のメンタルの強さの多分乖離があるんでしょうね、なんか多分最初導入で来る人たちは、私が支えてあげないとっていう人たちが来るのに、くるくる。でもあれ意外といなくても大丈夫な人だって分かると離れてくっていう、だからあんまり長く続かないのかもしれないですね。女性にはよく言われる、なんか最初とイメージ違うかったって言われる。うわ、じゃあ一生結婚できないじゃないですか。お前そんな言うなよさっきからきついて33のやつに一生結婚できんは言うとあかんねんで。そんな33で強くあり続けれてるのはすごいっすそうな、俺も最初は若い時そうでしたけど、途中でやっぱ本当好きだってなったことがいないと無理だってなりました。ちょっとそれで言うと最近好きだまでの感情の沸点までいかん時が増えてきちゃった。本当ですか。学生時代とかはちょっとほんまきしょいけど、修学旅行で写真貼り出しとかあるやん、一緒に遠くでも写ってるその子の写真とか買っちゃったりしてたけど。ああすごいですね、逆ですね僕と。そうなんですね。もうほんま好き好き、その子の名前を気づいたノートに書いちゃってるぐらい。昔はそういう感じやったけど、仕事してる方が楽しいってなっちゃったんかもしれない。仕事が好きなんですね。仕事好き。でも僕今見た感じだと、これカットでもいいですけど、今彼女さんいらっしゃいます、ほら。あ、じゃあ今じゃないですね。2年以内ぐらいに、あ、いいかもって思う子は絶対出てくるんですよ。これから先？はい、2年以内に絶対出てくるんですけど、多分今聞くとそんなんちゃうってなると思うんですけど、ハギちゃんさんの中でその人のこと好きになるのがちょっと怖く感じるような人が来るかもしれないです。怖く感じる？どういうこと？怖いっていうのはどっちかというと好きになりすぎて。そうですそうです仕事がおろそかになっちゃうかもって。例えばですけど YouTube とか他の媒体が盛り上がってる可能性があるじゃないですか、そのタイミングでのめり込みすぎちゃうとっていう危険性があって、やっぱ大人ブレーキがかかるんでちょっとやめとこうかなってなる可能性があるんですけど、僕はその人逃したらもう一生多分ちょっとないと思うんで。とんでもない天秤にかけさせやん。いやで結局多分付き合った方がビジネスもうまくいきます。これなんかメンタリスト DAIGO さんとかも動画で上げてるんですけど、意外と恋人とかパートナーとかがいる人の方がビジネスってうまくいくんです。そうなんや。はい、メンタルバランスが整うらしいんで、視野が広がるらしいんですよ。1人と2人ってだいぶ違うらしいんです。そっかそっか、話聞いてもらったりとかするとっていうことか、なんでまあ結果的に長い目で見るとその人にのめり込んじゃった方が僕はいいと思うので、いいかもなって思った子、もうかもなでいいです、いいかもなって思った子がいたらもうこれからはギャンギャン行った方がいいと思います。あ、自分から。はい、もう LINE とかも怖くてあんまいちいちのデートとか全然ないわ。絶対した方がいいですって。女の子友達といちいちご飯食べてなんかも。でも付き合えたってならないとできないセックスとかあるじゃないですか。なんじゃその深そうなセックスは。クリスマスだねっつってなんかクリームチッとチックリームシャーってやってる。お前何でも OK 思うのもう録画止まってる思ってんの
なんやそんなよ。全部ピートだ。当たり前や。お前もうええってライブやないかそれ。動画のトークじゃねえな。じゃあもうそういう風な人が現れたらもう行った方がいいや。行った方がいいと思います。ハギちゃんさんが人生豊かになると思いますね。まさかこんな恋愛相談の方まで持っていってくれると思わへんかった。なんか一個その人の引っかかってる部分ってあるんですよ。例えばですけど、うん、パートナーはいるけどビジネスがうまくいってないとか、うん、ビジネスはうまくいってるんだけど友情恋人がないとか、家族関係はいいけどそれ以外がチグハグとか、うんうん、なんかがあるんで、やっぱ結局一個に絞れていっちゃうんですよね。全員どれかの中で僕はハギちゃんさんは欠如してるのは多分恋愛じゃないかなって思うんで、ごめんなさい、歴代の彼女さん、ほんとごめんなさい。で、皆さんは愛されてませんでした。おい、お前ふざけんな。どうすんねん、元カノ見て急に LINE でキレられたらどうすんねん、それ。いや、女の子ってドライなんで絶対 LINE してこないです。絶対してこないです。あ、そうなんだか、あ、そうなんだぐらいで見てるって大丈夫。うわ、こんなやつ家招かんかったよかった。きつすぎる。怖い話でもします。怖い話、入り方が一番怖いよね。もうええて。それでは聞いてください。100年越しの I love you。 ん、ごめんなさい、何これ。イエイエ、ハギちゃん誰ですか、あなた。ちょっとワンツースリーフォー、ハギちゃん。ファイブやで。何ワンツースリーフォー、ハギちゃんって。イエイエ、ハギちゃん。イエイエ、誰ですか、あなた。チェックザハギちゃんチャンネル。何をチェック。かっこええの入ってきたな。何これ。ハギちゃん、ハギちゃん言うな。イエーハギちゃん、ちょファンファンファン、かっこええねん。カモハギちゃん、どこ行ったらええねん、カモハギちゃんって。レッツダンスハギちゃん。なんで踊らなあかんねん。イエーイエーハギちゃん、それやめろ。イエーイエー言うの。ワンツースリーフォーハギちゃん、ファイブや言うてんねん。それやめろ、ワンツースリーフォー。イエーイエーハギちゃん、なんやねんこれ。おいチェックザハギちゃんチャンネル。何言うやん、かっこええねんこれ。おハギちゃん、ちゃうちゃうねん、ちゃうねん、ハギちゃん。ラブソング歌いたいな。何よ、カモハギちゃん、どこ行ったよ、もう。踊ったらええかも。いや、終わったやないか、これ。もうええて。